ジュラシック・ワールド・エボリューションは、フロンティア・デベロップメンツによって、開発、配信された経営シミュレーションゲーム。映画、ジュラシック・パークシリーズの4作目である2015年の映画、ジュラシック・ワールドに基づいた内容で、2018年6月12日には、マイクロソフト・ウィンドウズ、プレイステーション4、x b o x One 版がリリースされ、2020年11月3日には、 ニンテンドースイッチ版が、ジュラシックワールドエボリューション、コンプリートエディションのタイトルで、リリースされた。ゲームの舞台は、イスラ・マタンセロス島、イスラ・ムエルタ島、イスラ・ソルナ島、イスラ・タカニオ島、そして、イスラ・ペナ島からなる、ラッシン・コムエルテス諸島と呼ばれる5つの島々で、ゲームには40種類以上の恐竜が登場し、恐竜の遺伝子操作しながら5つの島々を舞台に、 恐竜のパークを作っていく。プレイヤーは、サイエンス、セキュリティ、エンターテインメントの3つの部門からの契約が与えられ、一定のところまでクリアすると部門ごとにスキルがもらえる。ジュラシック・ワールド・エボリューションは、約100人の開発チームによって作成され、ムブキュニバースセルが、フロンティア・デベロップメントにジュラシック・ワールドの劇場版リリースに伴うゲームの作成について、 アプローチした後、2016年から開発が始まった。リリースから7ヶ月後、このゲームはデジタルおよび物理的な販売を通じて200万コピーを販売し、フロンティアデベロップメンツがこれまで発売した中で最も成功したゲームになった。ゲームはリリース時に無料のアップデートとダウンロード可能なコンテンツでサポートされた。本作はアトラクションや 研究施設を備えたジュラシックワールド恐竜テーマパークを構築できる経営シミュレーションゲームである。プレイヤーは古生物学者を化石掘り出すために各国の発掘場に送り恐竜の DNA 素材を入手する遠征センターを建設する必要がある。DNA シーケンス化石センターのロック解除で実行できる。新しい恐竜と 寿命や回復力などの統計を更新し、十分な DNA 含有量があれば、プレイヤーは、ハモンドクリエーションラボを使用して、恐竜を繁殖させ、孵化させることができる。また、プレイヤーは、現代の種の DNA を、恐竜の DNA と統合して、ギャップを埋め、進化させることで、恐竜の遺伝子を改善することもできる。恐竜の DNA を変更すると、基本統計だけでなく、 攻撃性のレベルから外観まで全てが変更できる。このゲームは、プレイヤーが木を植えてたり、水源を作ることによる環境変更ができる地形ツールがあり、様々な変更が可能である。恐竜は、ゲームの主な魅力で、収入を得ることができる。しかし、店舗やホテルに滞在するケストで商品を販売することでも、お金を稼ぐこともできる。ゲームの発売時には、 約40種類の恐竜が登場する。プレイヤーは、孵化後に、各恐竜に名前を付けることができる。プレイヤーは、訪問者が観覧できるように恐竜を収容する、エンクロージャーを構築する。また、様々な恐竜のニーズは、食べる、食べ物の種類や必要な社会的相互作用の程度など、健康で満足できる状態に保つために満たす、必要がある。恐竜は、 人工知能によって制御されており、互いに、相互作用し、環境、および彼らが彼らの囲いから抜け出したならばゲスト。例えば、肉食動物は、様々な種の肉食動物を攻撃し、草食動物を追い詰める。プレイヤーは、ゲストを喜ばせるために、様々な娯楽用の乗り物や、レストランや、ショップなどの設備を構築する必要もある。乗り物として、ジャイロスフィアや、 ジュラシックワールドのモノレールなどに乗ってパーク内の行きたい場所へ移動することが可能である。プレイヤーはゲームの写真モードを使用して恐竜の写真を撮ることができる。これによりパークはお金と宣伝を獲得できる。各娯楽施設には独自の管理システムがあり、プレイヤーは入場料と各施設にいるスタッフの数を設定及び調整できる。恐竜を販売して 追加の収入を得ることができる。パークでは、停電、予測不可能な天候、恐竜の脱走など、様々な緊急事態が発生する。これらは、ゲストの安全と幸福をキープするために、プレイヤーが対処する必要がある。プレイヤーは、衛視センターを構築して、パークのセキュリティを維持する責任がある、レンジャーステーション。逃げ出した恐竜を鎮圧したり、 病気の恐竜に薬を飲んだり、恐竜の餌箱に補給したり、恐竜を輸送したり、フェンスを修理したりすることができ、輸送などは、ヘリコプターやオフロードトラックでこれらの問題を解決できる。ゲストを保護するための緊急シェルター、および電力ネットワークなどの他のセキュリティ構造と嵐、警告センターを構築できる。これらのセキュリティ機能の多くは、 緊急事態に対処する際の効率を強化するためにアップグレードできる。キャリアモードでは、プレイヤーの目標は、ラスシンコムエルテス諸島の架空の島々で5つ星を達成する。プレイヤーは、公演の開発の3つの部門であるエンターテインメント、セキュリティ、サイエンスの重要人物に会い、これらの各キャラクターは、プレイヤーにアドバイスに従って開発するように、説得しようとする。 一連の目標と目的を完了するために、プレイヤーには契約が提案され、これらの契約にはゲームに物語を追加するだけでなく、それぞれのドメインで報酬と評判を提供する。プレイヤーは各部門内での評判に注意を払うことが必要で、特定の部門での評判が低くなりすぎると、妨害が発生する。例えば、島の電源が遮断されて恐竜が脱走したり、 病気に感染させたりされる可能性がある。これらの部門はすべて島の評価に反映され、それぞれ異なる特徴と課題を持つ5つの島は、十分な肯定的な島の評価で徐々に、ロックが解除される。ジュラシック・ワールド・エボリューションが E32018 に出展。ジュラシック・ワールド・エボリューションは、フランティ・ディベリップマンツによって開発及び公開され、2015年の映画、 ジュラシックワールドに基づいて制作された。評価は半分または半分以上が多い。ありがとうございます。